大テ寺は、京都市左京区にある浄土宗の寺院。ご光明天皇が、夫人の安山祈願を命じたことから、安山祈願の寺として知られる。本尊阿弥陀如来の他に十一面観音を安置し、洛陽三3三観音令状第8番札所となっている。この寺は、慶長五年部下穂まれが、現在の京都市下京区に創建したのに始まる。伝承によると、 慶長5年のある日、深穂まれは、伏見の地で金色に輝く阿弥陀如来を見出し、誰も供養するものがないことをもったいなく、思い、持ち帰って五条に、仏道を建て安置した、これが、大バス寺であるという。しかし、後になって、この阿弥陀如来は、新如堂の阿弥陀如来であることが分かり、新如堂に訴えられて返還することになった。残念に思った。 深穂まれが二十一日間の念仏を修したところ、最後の夜に旅の僧が現れ共に念仏するが、次の朝には旅の僧の姿はなく、その代わりに本尊の阿弥陀如来が分かれて二体になっていた。一体は新如堂に変換し、もう一体はこれまで通り、大場ステラの本尊として祀った。その後、ご光明天皇の夫人である天使、二田秀子が南山に苦しんでいたため、 大ーバス寺に安山祈願の勅命学だった。祈願のかやあって第一王女の孔子内神皇は無事出生。ご光明天皇崩御の後はアリス川植人神皇がその信仰を受け継ぐ。その縁で寺門はアリス川の宮門となっている。明治初年の神仏分離に伴い廃寺となった祇園社官喜び寺から薬師如来像などの仏像がこの寺に移されている。 寺は当初は仏具屋通り五条を下る美写門町にあったが、1944年に空襲対策として五条通りを拡幅することとなり、移転を余儀なくされて東山二条に移った。戦後、昭和40年代に現在地にあった浄土宗、常年寺と合併して寺本を移した。18世住職吉井教願の時期でし、畑元教は、 明治から大正にかけて、走り坊主の通称で知られた。その気候や貧困層に対する施しは、京都名物として有名で、1918年の新聞紙面で、今、一級と称えられた。門前にある走り坊主の看板、足腰健上のお守りにもなっている、新女道の阿弥陀如来の分身とされ、演人作の伝承を持つ、女人救済、安山に利益のある、 阿弥陀像として信仰されている。祇園舎観音堂の旧仏。茅屋材の一木造りで、十世紀の作。落葉三十三所観音令状第八番札書。かつて、祇園舎の本事仏であったもので、祇園舎の境内にあった見喜び寺薬師堂に安置されていたが、明治の廃仏希釈、神仏分離で見喜び寺が廃絶した後、大ーバス寺に移された。 上長様の温和な作風の像で、平安時代後期の作風を示し、祇園者が延久2年の火災で消失した直後に造留されたものと推定される。作者は上長の弟子でンパ喜び派の祖である覚女と推定する説が有力である。造高192センチメートル。祇園者の旧物。落葉12社中の一とされ、薬よけの利益があるという。 落葉三十三所観音霊場七長楽寺、八大連寺旧清流寺。ありがとうございます。